はい、半魔家の本家の本物貴族の半魔陽先生です。私はね、地球だけじゃないんですけれども、地球の大統領とか総理大臣っていうのはね、全部私が全てその人間たちが決めた総理大臣とか大統領よりですね、仕事やってまして、人間たちが嫌だと言ってね、私の言うことを決めたこと嫌だと言ってね、動かせないのだけやってないということでね、世界中の総理大臣や大統領の仕事はね、私が全部上をやってますね。みんなのですね、人間たちの選ばれた人よりか、何万倍も仕事をしてます。で、やってます。で、私に反するものだけその通りにならないだけですね。で、裁判官も全て現在人間たちがやってきてる人の一番の責任者をずっとやってきてますけども、人間が聞かないという責任者じゃなくて裁判官をやってるということですね。最高裁判官まで、そのなってる人、世界中の裁判官のね、なってる人いますでしょ、人間たちがね。それ以上私が仕事してますね。それから会社の大きい役員も、その社長とか名誉会長とか創業者って言いますでしょ、より私がやってますね、全てね。人間たちがなってる人よりかね。だから全部私が上やってますね、人間たち。で、嫌だというのだけやってないだけです、人間たちが。で、また私がやってると分かると、全然やんない。そんなことは当然ありますけど、人間たちのあらゆるね、大事な、重要なこと、大学の先生を決めたりすることも私がやってますし、私が対して、すべてやってますね。すべての世界中の大学の先生を決めたりとかね、許可したりとか。で、私の言うことが嫌だというのだけ、不正とかね、間違いが多いということですね。やってるに、人間でやってる以上、何度もやってますから、総理大臣もね、世界中の総理大臣もね。で、ということをよく知っていただきたいね。やってないもの何もないですね。人間たちの役員とか偉いとかいう人すべてよりか私がすべてやってます。ね。でっかい会社の管理者っていうわけじゃないけど、指示ですね。監督ですね。ということを人間たちは知らないんですね。だから神じゃないけども、私は神様じゃないけれども、やってないものないし、人間の役員とかいうどころじゃないですね。私がほとんど全て経営してます。ね。で、経営は、経、あの、経営に対しては責任取りません。一切取ってません。働く人たちが、ね、責任を取るということで、私が出て、高知能の指示をしてます。世界中の総理大臣もね。ということでね、実際私が世界中の総理大臣をやってます。昔からやってます。で、いいこと聞かないのだけ、ね、揉め事が起きたり間違いが多いでということですね。ね、聞かないと話を聞かないですね。地球上で誰一人私よりやってる人はいません。総理大臣だろうと、大統領だろうとね、仕事ね。ということですね。そうなってる人でね、人間では誰もいませんね。ね、ということを知ってますかということですね。ビル・ゲイツの会社だって、
アマゾンさんだと経営者は一番は私です、ね、責任は取りませんけどね。だから聞かないもので全てね、なってる役人は全部いますけどね、人間たちがねいますけど、何もないですね。私全部私がやってますね、地球上、うん、地球上の人間の監督はね、全てね、ということですね。